ビジネスの底力。はい、それではですね、本日のゲストをご紹介したいと思います。日頃から持ち前の底力を遺憾なく発揮しています一般社団法人アジアフードビジネス協会理事長渡辺美樹様にお越しいただきました。こんにちは、渡辺です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ですね、本日なんですけどね、日本の食、日本の食をアジアマーケットで、飛躍させるためには、そして日本の食材が果たす役割と重要性をどう考えるのか、こういうテーマで熱く楽しくね、語っていただこうと思います。それでは、お話を伺う前にお土産の方をご披露していただけますでしょうか。はい、渡辺さん。はい、ありがとうございます。はい、私が本日用意しましたのは、私が生まれ育った福島、東北の福島の近くに山形県があるんですけど、その中で、伝六豆、小さい時よく食べた、その伝六豆で、最新の新しい味として、海鮮味、海海鮮という、そうですね。美味しいというよりも、ピーナッツをサクサクにくるんだお豆。これは今年の、節分の時に、私が勤めてたイオンで見つけて、これはぜひ、皆さんにも知っていただきたいなと。先ほど言ったように千葉の商品ではないんですが、私の生まれた、その地域での名品ということで本日お持ちしました。イオンの店頭で並んでるのを見て、これだと。そうですね。伝六豆。そうそう。うまい豆の伝六豆ですよね。はい、そうなんです。それの新商品が出たと。いうことで今日はお持ちいただきました。それではディレクターの高橋さん。はい。ちょっと開けてみましょうか。はい。では、開けさせていただきます。はい、今日ね、ディレクターさんうちには二人いまして、ボスと弟子がいるんですけど、今日はね、弟子、デビューです。ああ、そうですか。はい、デビューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どうかな？はい。では、開いたので、いただきます。はい。まずね、風味からだよ。匂いがもう最高ですね。おー、いいですね。では、いただきます。はい、いっちゃいましょうか。そのポリポリ、いいね。サクサクで、美味しいです。なんか種類がいろいろ入ってるのかな？そうですね。4種類入ってます。はいはいはい。ちょっと、もう一個。そうですね。音がいいね。そう。いや、止まらない。濃い醤油味が、と塩味と、本当にいいミックスで。私も仕事柄ですね、パソコンで仕事するときに、どうしても集中したときに、というときにポリポリという。これが一つの自分の脳の活性。はい。でもこれ止まらなくなるよね。止まらないですね。それは正直どうするんですか？それはですね、食べ続けて、10分だけ我慢する。そして仕事にまた入るということですね。はい。伝六豆でございます。はい。それではね、番組恒例の乾杯なんですけど、今日渡辺さんの方から特別なワインをご用意していただきましたけど、ちょっとお次する間に少し前説を。そうですね。はい、お願いします。私もですね、後ほどご説明しますけど、イオンを、退職というか、その転職して、カルフルというフランスのですね、スーパーマーケットに、日本人の店長として初めて入社して、フランスのワインであったりとか、デリカテッセン、チーズというものをたしなむところから、ワインの良さっていうのが分かり、日本でもたくさん美味しいワインができてるというようなことは聞くものの、そうですね、なかなかそれを、聞きます。そうですよね、はい、でそれをなかなかたしなむ機会がなかったところで、たまたまなんですが、ココファームという、ココファーム栃木の足利にあるですね、施設で、本当に40年前以上からでしょうかね。この施設の子供たちと一緒に、その山肌を切り開いて、ブドウを植え、それをワインにしてる。そういうようなことが聞きましたので、自分も車が好きなんで、そこまで行ってですね、その場では飲みはしませんでしたけども、本当に美味しいワインと、これを育て上げて
いたその施設の皆さんとも、あの、お会いしてですね、はい、とても印象深いものなので、本日お持ちしたという。私もね、コクファームさんは存じてます。何回か、あの、飲んだことありますけど、障害者の方？そうですね。を、うん。雇用して。そうです。うん。今日タイトルが農民労組。そう。うん。また洒落た名前ですね。そうですね。あの、労組というのはですね、はい、イタリア語で、先だったかな、ちょっと忘れて、うん、そういうような形で、うん、まあ、あの、JAL の国際線では、まあ、提供されているようなワインとかいうことなので、はい、まあ、非常に、あの、まあ、多分、飲みやすい香りもいいワインじゃないかなと。じゃあ、それでは乾杯お願いします。そうですか。はい、それでは、よろしくお願いします。乾杯。はい、ああ、いい音がしましたね、うん。皆さん、申し訳ないけど、いただきます。これ、香りがすごくいいな。うん、うん、どうですか、専門家からして。あの、そういう面では、まあ、もう少しヘビーであると、うん、まあ、あの、皆さんもこう、いろんな食事に合うかな。うん、でも、うん、あの、スターターっていうか、うんうんうん、食事の前の食前酒的な形で、軽く飲んでいただいて、うんうん、で、こう、だんだんこう、食欲を増すような、うんうんうん、まあ、本当にそういう面ではいいワインだと思いますね。はい。こう香りがね、すごく特徴的そうですね。うん、で、よろしいですよね。そうですね。これほどあんまり香りは普通しないけども。うん、味は、あの、コクは控えめですけどもね。そうですね。まあ、そういう面では、その日本のワインもですね。うん、まあ、非常に甲州ワイン、うんうん、まあ、有名ですけど、今、日本各地で、いろいろなところで、その、ワインの、その、を作る、ブドウを栽培する。うん、まあ、そういうようなところが本当に広がり。はい。まあ、それが、まあ、後ほど説明しますけども、うん、その海外に日本のワインを紹介する、まあ、そういった下地もですね、だいぶ育ってきてるのかな。はい。で、渡辺さん、こちらのコーナーなんですけども、はい、渡辺さんはまあどういう思いでね、まあ、企業活動をされていて、まあ、今後どういう方向に進んでいこうと考えているのか、まあ、いろいろと質問させていただいて、まあ、リスナーの皆様にアジアフードビジネス協会、はい、そして渡辺美京さんの底力をね、広く PR していこうと、はい、そういう企画にしていきたいと思います。はい。あの、私の方からご紹介したいと思います。あの、一般社団法人アジアフード、まあ、ビジネス協会はですね、2012年設立。はい。ですからちょうど11年ぐらい前ですね。そうですね。はい。あの、日本食の国際化を支援する。はい。日本の食をアジア市場で、まあ、飛躍させたい。つまり外食産業がアジア進出するお手伝いをするっていうのが務めだというふうに思いますけども、うん、で、あの、三大事業っていうものが書かれていて、研究会、委員会が全部で3つあって、はいはいはい、アジア各国の新市場研究会、はい、提携促進広報委員会、はい、会員サービス向上委員会とありますので、はい、ちょっと3つをですね、1つずつ今の取り組み、はい、よろしいでしょうか。アジア各国の新市場研究会。そうですね。はい。あの、まず、その新市場研究会っていうのは、うん、はい、まあ、アジアの経済成長とともに、マーケットの拡大と言われたのは、うん、もう十数年前から言われております。うんうんうん、ですから、一般的には、はい、その以前の、まあ、観光地、ないしは農業中心のアジアというイメージからですね、はい、やっぱり産業、うん、まあ、ハイテクも含めた、自動車産業も含めたものが成長している、まあ、そういうようなところで、まあ、一般的にはもうアジアの経済成長を認識している方多いんですけど、うん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 、より深掘りというか、うん、その国にとってどういうものが特徴なのか、うん、また日本の食品であったりとか商品がどんな、うん、あのマーケットにミートしていくのか、うんうん、それをあの、まあ、会員企業とか、うんうんうん、食に携わる方と一緒に研究するとうんうんうん、いうような研究部会で。まあ、どう馴染んでいくのか。そうですね。研究をしなきゃいけないわけですよね。はい。で、二つ目の、提携促進広報委員会。はい、これはですね、皆さんも、あの、ご存知のように、今回のコロナで、うん、如実にいろいろなことを経験したと思うんですが、うん、自分の会社、ないし、一団体では解決しきれない課題というのが非常に多く出てる。うんうん、はい。はい、ですから、以前のように自前主義で、何でもかんでも自前で持つというよりは、それぞれのスペシャリストのその会社、強みを生かす、コーディネートしながらですね、それぞれの強みを
ハーモナイズして、よりパワーアップする。そのためには、どこかがですね、リーダーシップを取りながら、温度を取って、はい。それで、こう、みんなの力を引き出す。で、出すぎず、ね、控えめにならないような形で、その提携を、その、進めていく。舵取り役をやっていくっていうんでしょうかね。はい、なるほどね。まあ、そういうことで、まあ、情報だとか人的交流ができるっていうことなんでしょうかね。はい。で、3つ目が会員サービス向上委員会。はい。これはですね、まあ一般的なその団体活動、協会活動っていうのは、まあ所属したら、うん、そうですね、年に2回ぐらい総会があって、うん、その間、こんな活動をしました、うん、あ、こんな視察、ね、海外視察をしました。事業報告。そうそうそう。うん、分厚い紙のものだけ、うん、あ。私どもの協会は、うん、そうじゃなくて、うん、会員企業が本当に何を望んで入会したのか、うんうんうん、何を実現したいのか、うんうん、そのことをきちっとその理解した上で、うんうん、そういった細かいニーズをですね、うん、拾い上げながら、うん、協会として対応できることと、うん、他の会員企業と、うん、さっき言った連携を深めることで、それが実現できる。うんうん、まあ、そういうようなそのお助けをしてると、うんうんうん。まあそういう面では、まあ、新しく入った、うん、その会員の方からですね、うん、え、そこまでやってくれるんですか、うん、いや、そうでしょうね。一般的にはただ会費を払っておしまいなんですけど、はいはい、お宅様の企業さんは何を望んでますか、 それを把握した上で、うん、きちんとこう引き出しに入れて、はいはい、で何かの時にはその引き出しと引き出しをマッチングさせるっていうことをすると それはありがとうと思いますよね。まあそういう面では、うん、まあ私ばかりじゃなくて、その理事会メンバーも、それまでに海外経験とか国内でいるような知見を持った方の集団ですので、いろいろなケースに対して、今回はこのメンバーで対応するかとか、こちらで行くという、そういう面でそのいい意味のプロ集団が、まあそのサポートしていると。経験豊富なので、まあ応用が効くっていうことですよね。そうですよね。まあ、インバウンドじゃなくてアウトバウンド。はい。つまり日本から、そのアジアの方に、まあ出展をしようとする場合の、まあ出展っても結構難しいと思うんですけども、はい、どのようなお手伝いをしてくれるんでしょうか。そうですね。まず皆さんに、まず、まあ説明と確認してるのが、うん、自分の会社の強みは何ですか。うん。それも、日本国内で、どの競合に勝てる、こんな差別化戦略が自分としてはあるん、ということをまず認識してもらう、うん。それはどういうことかっていうと、うん、いや、なんとなく成功してるから。うん、まあ、アジアだったら人も多いし、うん、まあ、うん、そのなんとかなるだろうって、うん。こういう形で、うん、やっぱり10年前からもですね、そういったことで出展して失敗してるのも多かったんですね。うん、なるほど。ですから、そういう意味ではまず自分の会社の強みは何であるか。うん、まあ、いわゆるスワット分析をですね、うん、一緒にこうやってあげることで、うん、自分のその目指す力と、うん、それにマッチする国は、うん、またターゲットは富裕層なのか、中間層なのか、うん、ボリュームゾーンなのかって、うん、そういうようなそのターゲッティングもですね、うん、やってあげれる。なるほど。それが1点目と、2点目はですね、うん、やはりパートナーだと思う。うん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 、現地で ね、はい。特に中国なんかはね、パートナーがいないと単独では進出できませんから。そうですよね。そのパートナー探しが大変だと思うんですよ。そうですね、うん。そういう面で、おかげさまで私はイオン出身で、うん、イオンが、イオンモールが中国はじめ、アジア、ASEAN各国に、そうですね。ショッピングモールを出して、はいはい、で、現地での食材とか、ネットワーク、うん。このネットワークっていうのは、決してその商売別じゃなくて、うん、例えばその、弁護士さんであったりとか、地方の議員さんであったりとか、うん、そういうような方との、うん、お付き合いがあるんで、うん、例えば、私どもの協会会員で、こういうターゲットの、うん、その、まあ、レストランを展開したいと、うん。それに合致するようなパートナーという話したときに、やっぱ一つの選択肢として、うん、イオンモールの、その、持っているネットワークから、うん、その候補を挙げられると、うん。日本ではですね、帝国データバンクのような、うん、はい、本当に調査会社とか、うん、その会社の背景もきちっと分析しているところが、日本は恵まれてるんですけど、はい、
諸外国はまずそういうことがない。そうなってくると、何を信用するかっていうと、もしかすると、口当たりのいい、騙される。騙される。で、そういうようなものを、一ついい意味で、その、フィルターをかける意味では、イオンモールとの商売では、例えば支払いが滞ったことなのかとか、納品が遅れたのかとか。フィルターがかかれてるわけですね。はい、ですから、そういう面では、今までそのパートナーを紹介して、その、他ではいろんな苦労したけども、私どものアジアフードでは、そういったパートナーで失敗をするということがなかったというのが大きい。それは大きいですね。それからもう一つやっぱり採用だと思うんですよ。まさしく。現地のね、人。我々日本人が全部行わなきゃいけないので、はい、どうしても現地で人材を、まあ、採用し、はい、そして長続きさせなきゃいけないじゃないですか。はい、その辺はどうしてるんですか、はい、そうですね。まず一つはですね、この海外に出る、その採用する、その中で一つの教訓としてはですね、私はそのイオンからカルフルに転職し、で、カルフルジャパンというものを幕張の店であったりとか、私の立ち上げた尼崎の店、まあ、そういうところで見たときに、誤ってしまう一つがですね、言葉ができると、その社員は素晴らしく見えるっていうのが、母国語を持った方の一つの誤解なんですね。話ができるともうコミュニケーションが成立して心が通じ合ったかのように、そう。思い込んじゃう。そう思い込む。そのことでどんなことが、まあ、私はあえて、カルフーに育てられたので言いますけども、フランス語ができる方を優先して採用したがためにですね、まあ、ご存知の方は30年前かもしれませんけども、幕張の店には大きな素晴らしいカルフのお店が一号でできた時に、はい、人気はあったけども大混乱で、はい、で、それを、その、解決できるだけの能力、経験がない。でも、フランス語だけは十分できる。だからトップの方にはですね、こんな現状でこうだと。そうか、そういうことでってミスリードしてしまったことも、一つ、こう、カルフルな撤退。はい、ね。そういうこともあったので、はい、私は、その、海外に出る方に必ず言ってるのは、言葉ができることは素晴らしいけども、まず、どんな仕事を、その、求めて、どんな人に、どんな仕事をしたいのかっていうことをきちっと整理した上で、それを成し遂げるために、仮にその現地で採用する方が日本語がたどたどしいと、で、でも仕事、でも地元のネットワーク素晴らしいと、で、あるならばその人にコミュニケーターとして日本が通じるようなその、まあ通訳の人を専任じゃないけども何人かに一人採用してそれでやって、そうすることによって先ほど言ったカルフルの教訓というか言葉ができるイコールなんでも、これはですね、悲しいことに、その通訳してる方の、まあ経験によっては、白と言ってるけども、灰色、ないしは黒に伝わって、従業員が、なんというその無理難題を言うんだと。それはやっぱりその、伝えている日本人も感じるところがあるんですよね。やっぱり私想像する通り、難しいなっていう、成功するためにはやっぱり狭きもんですよね。そうですね。様々なフィールド、ハードルを超えなきゃいけないので、うんうんうん。最近のその成功事例っていうのはどういう事例なんでしょう？アジア進出。そうですね。一つの、まあ、形態としてはですね、今まで直接その進出する。それはどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったその店舗を、その、構えて、その家賃を払って、現地の人を採用し、教育もする。はい。という、その直接進出。で、もう一方で、フランチャイズ契約といって、自分たちが持っている強みを、ノウハウを、現地のパートナーに伝えて、現地のパートナーは、その場所と、従業の採用だとか、いろいろ資金繰りであったりとか、そういうものは彼らが任せちゃう。そう。うまくいくんですか、それで。その中の、その、うまくいくいかないは、やっぱり一つはね、パートナーと契約書なんです。要するに、直接自分が、進出するときには、自分の、その、コントロールが効くような形で進出できますが、フランチャイズ契約、フランチャイズ出る場合には、
必ずその契約書で、その縛りを、縛りでやっていかない限りはですね、勝手なことをしてしまうと。で、そこに弁護士の力があるんですよ。そうですね。ね、抜け道があるんで。そうですね。素晴らしい弁護士を捕まえないと。そうですよね。はい、ですから、そういう面では、その契約ごとの弁護士も、ある意味でその、まあ、非常にそのプロではあるけれども、実務が分かった形のプロではないので、まあ、そういう面で私含めたですね、そのアジアフードには、いろいろ実務で海外展開している方が多いので、はい、そういう方のアドバイスとか、そういうことを元にしながら、フランチャイズ契約をするというようなことはあるかと。わかりました。話を変えまして、はい、昨年4月にコロナ禍の厳しい環境下で、まあ、理事長職をね。あ、そうです。よくそんな勇気があるなというふうに思いましたけども、どうだったんでしょう。まあ、私はですね、先ほど申し上げた、イオンを50前で、まあ、転職してカルフに飛び込む。まあ、その時もですね、かなり、自分なりに悩みました。で、今回の、その、理事長職を受けるにあたって、本当に自分がこんな大変な状況でできるんだろうかっていう自分に対するその不安。まあ、そういったものを自分なりに書き出して、できることとできないこと。それを自分だけじゃなくて、良き先輩、3人の方にですね、はい、相談しました。なるほど。そんなことがあってですね、自分としてできることがまさしくできる。できないと思ってたことも、こんな協力が得たらできるんじゃないかと。まあ、そんなことで、まあ引き受けて、あとはですね、私の持って生まれた千葉の力じゃないけど、そうですね、バイタリティで走ってきました。走ってきたわけですよね。はい。もっともっとお話聞きたいんですけども、はい、ちょっとこのコーナーはね、少し時間が参りまして。いやいや、いいんですよ。はい。はい。少し一息入れながら、はい、また次のコーナーにね、はい、向かっていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。はい。はい。